皆さんこんにちは。それでは2021年5月担当8月論文共通改正対策講座企業法の講義を始めます。担当はレクセン人講師の森村です。それではお配りしたレジュメのまず目次をご覧ください。えっと、今回の改正ですあ。で、この講座はですね、制度の概要の説明をいたします。 今回の改正はまあかなり、うん、多岐にわたっておりまして改正された条文も非常にたくさんありますので個別の条文の細部まで、えー、公開講座で解説するというのはちょっと無理ですので制度の概要を説明して、えー、そしてまあ若干の解説を加えていきますでこのレジュメはですねもう講義原稿として作成してありますので、まあ、かなりな棒読みの講義になってしまうかと思います、まあ、で若干の解説をつけていきたいというふうに思います で今回の改正は大きく分けますと4つに分かれてましてで1つがですね1と2というのはこれ株主総会に関する改正ですねで3から9までが取締役に関する改正ですで10と11が社債に関する改正です で次のページ株式交付という組織再編に関する改正がありますこの4本柱ですねでこのうち取締役に関する改正点ですけれども、えー、取締役の報酬というのが改正になりましてですねでこの5の取締役の報酬というのと9の 取締役の報酬等にかかる募集株式発行手続き等の督促というのはここは条文は離れてますけども内容的にはつながってますただまあこの講座ではこのレジュメ通りに条文通りの順番でやっていきますあと6と7保証契約と役員等損害賠償責任保険契約これも一緒に勉強した方がいいですよね。制度目的はまあ似てるんですけれども 契約当事者が誰かというところに大きな違いがありますのでその辺のところは気をつけていきましょうはいそれでは早速1ページ目から見ていきます2ページですねもうちょっと大きくまずは株主提案権株主総会に関する改正点ですねで 株主提案権というのが3つほどあるんですけども、その中のですね、議案の要領を株主に通知するという権利がありましたよね。いわゆる議案通知請求権と言われているものです。303条、304条、305条の株主提案権のうちの305条ですね。で、これだけが、要するにあの会社に手間がかかるやつです。会社に対して今度こういう 今度の株主総会でこういう提案をしたいんだけれどもそれをもういきなり株主総会の場で提案すると他の人が内容がわからない可能性があるので事前に株主総会の事前にですね議案の要領を他の株主に通知してくださいっていうそういう請求権ですので会社に手間も暇もかかるやつですねでそれが改正前どうなってたかといいますと改正前はですね一人の株主によって 膨大な議案が提出されるというそういう、まあ、嫌がらせのような乱用的な行使がなされていることが多かったわけですで、まあ、それをどういうふうに対処していたかというと会社法に規定がなくてですね民法の権利乱用で対応してました民法一条三項で、えー、対応してたわけですねでこれじゃやっぱりちょっとまずいというのでそこで令和元年の改正によってですね今回の 令和元年の改正によりまして同一の株主総会において株主が提出することができる議案はにに限られることになりました,でただしですねやはりこれは株主,株主総会が活発に議論されるというのは、えー、株主の権利として重要ですからですから議案通知請求権を過度に制限しないようにという。えー この山括弧はいつものようにこの趣旨、えー、を山括弧にしてますで青がその改正前の条文がどうなってたかっていうのを青で書いてあるいは否定する時にバッテンつけるのも青で塗ってきますあとは全部ピンクですねでこの議案の通知請求権を過度に制限しないようにその10っていう数の数え方なんですけれども、えー、例えば例えばですねその現在の取締役が6人いて でその時に全員の入れ替えをしたいという時にはその6人全員の解任議案とそれと新しい役員、えー、取締役例えば6人の選任議案を出さなきゃいけないわけですよねそうするともうそれだけで普通に数えちゃうと 6+6 で12になって超えちゃうってことになりますよねそれはまずかろうっていうのでそこで役員等の、えー、選任に関する議案これはいくつ出しても1つというふうに数えます。 でまた、役員等の解任についての議案ですね。役員等の解任に関する議案。これも一つというふうに数えます。あるいは、会計監査人を再任しないことのに関する議案。これもそれぞれですね。それぞれこれを議案の数にかかわらず、一の議案というふうにみなすということにしたわけですね。 で、またですね、ここで切れまして、また、定款変更に関する2つ以上の議案というのは、当該2以上の議案について、異なる議決がなされたとすれば、当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合、これを1の議案とみなすということにしました。 これはどういうことかというと、例えば監査役の廃止議案と監査等委員会の設置議案というものは、えー、相互に矛盾しますよね。ですから、えー、これは一の議案とみなすということにしたわけですよね。そして、上記のように計算した議案のうち、じゃあオーバーしちゃった場合、どの部分の議案を議案通知請求の対象から外すのかと。 これは第一義的に株主の側で優先順位を決めてもらっていいんですけれども、ただ、その優先順位がない場合は、取締役限りで、取締役限りで判断することができるということにしたわけですね。で、まあ、こういう形でこう、マークしながら進めていくとですね、ちょっと時間がなくなってしまう可能性がありますので、そこで、えー 3ページ目からはですねすでに色を塗ったやつをお見せしましてですね3分間クッキング方式ですねでこれをもうあらかじめマークしていただいてそれでそれをもとに解説を加えていくことにいたしますはいじゃあ下へ行きました。 特に、まあ、マークしなくてもいいですよ。マークもしなくていいんですけども、まあ、一応大事そうだなっていうところはあらかじめマークしておきました。で上戻っていただきましてで上から2行目直書きのところですねでこれはマークはしてないんですけれども例えばこのような数で制限するっていうような規定を設けてもですね例えば内容において不適切な提案を 行ううというようなそういういい用的行使を制限すすることはでできないですよねでそれはまあ新たな規定を設けるかどうかっていうのはですねまあ、もうちょっと審議をしたいというので引き続き検討していくということになりましたそこで内容において不適切な提案については従来通り一般条項によって対応すべきということになります。まあそこは 条文ないので、まあ、出ないとは思いますけど一応書いておきましょうか内容において不適切な提案については、まあ、条文がないってことですよね、えー、それは、えー、一般条項従来通り権利乱用という民法の規定によって処理されるということになりますでは次議決権行使書面の閲覧等というところですけれどもこれは 改正前にはですね、えー、と理由を明らかにする必要がなかったんですね議決権行使書面というのも、えー、それも、えー、と本当にその議決権が正しくその通りに株主総会で評決された通りにカウントされた通りに行使されてるかっていうのを株主にチェックさせるためにそれも閲覧当社の対象になってたんですよね。で,で改正前にはですねただその閲覧当社請求というのが株主名簿の閲覧請求と異なって 理由を明らかにする必要もなくてですね。で、また拒絶自由に関する規定も置かれていなかったんです。ところがですね、そのまあ株主名簿の閲覧請求については、例えば株主のそれに住所氏名が書いてますから、でそれによって、えー、そのまあさまざまなその、えー、なんて言いましょうかね、あの適正でないような目的のために、えー、その株主名簿の閲覧請求がなされることがあって、でそれを、えー、その拒絶できるために理由を明らかにする こととと拒絶自由に関すする規定も置かれてたわけですねところが、議決権行使面については、そういう乱用的な行使はなされないだろうと考えられたんですけども、ところが、実際にはですね、ここにありますように、議決権行使面には、株主の住所が記載されていることが多くあったもんですから、えー、そこで株主名簿の例えば閲覧当社請求をまずやっておいてですね、それを拒絶された場合には、じゃあっていうんで、その理由を明らかにする必要もなくて、かつ、拒絶自由についての規定もない株主の 住所等を取得する目的でですね、その議決権の行使証明の閲覧請求がなされるという乱用的な行使の可能性が指摘されてたわけですね。また二つ目として正当な目的以外の目的でこのようなその議決権行使証明の閲覧請求がなされる危険性もあったと。でそこで令和元年の改正によってですね、そこで、えー、っと令和元年の 改正法によりまして議決権公私書面の閲覧等の請求をする場合にままず理由を明ららかにししなさいっていとうことが定められました要するにあの株主名簿の閲覧請求と同じような形にしたわけですねそしてさらに閲覧請求に対する拒否自由も定めるということにしたわけですね。はい、で次は、えー、取締役 等の欠格自由ですけれども、改正前には成年非公認人とか非補佐人は株式会社の取締役幹事役執行役等にならなることができないというふうにされてました。しかし、そもそも成年公認制度というのはですね、えー、若干その判断能力の落ちている人であっても、その一般社会において活躍できるようにというそういう制度だったはずなんですよね。 え、まあ、いわゆるノーマライゼーションであったり、ソーシャルインクルージョンという、それを基本理念とするのが青年貢献制度だったんですけども、ところがそれを利用してしまうと、逆に取締役になれないという形で社会的に排除されてしまうという可能性が出てきたわけですね。あ、すいません。マークをまずしちゃってください。 で下の方行きまして。 でそういう弊害があったもんですからそこで、えー、令和元年の改正によってですね、えー、結核自由に関する上記の規定というのは削除されました。ということは、えー、青年非後見人であっても株主総会で取締役等に選任することが可能になったわけですよね。でこの段階でだから、えー、結核自由 結核自由が削除されたので,で選任は可能になったわけです。総会で、まあ、総会でって書きませんけれども選任決議をすることが可能になったわけですよね。でじゃあその就任するのはどうすればいいかっていうとやはりそれについては成年後見人がですね成、えー年,えー、年後見人がですね えー、就任については、どこだえー、っと、就任、ここですね。就任については、成年貢献人が、非貢献人じゃなくてね、成年貢献人が、成年、えー、非貢献人の同意。成年、成年非貢献人の同意。 を得た上でそうですね同意を得た上で成年非公け人に代わって就任の承諾をするということになりました。でこれが非補佐人この後見る非保佐人と、えー、その同意をする主体が違いますのでここは気をつけてください。成年非公け人というのはもう心身喪失の状況にある通常の判断能力をながないっていうのが通常の状態ということですのでですから、えー、その同意をするというのも成年公け人の方が えー、後見人の方がですね同意をするということになりましたでこれに対して非補佐人の場合にはこの非補佐人が非補佐人自身が、えー、補佐人の同意を得て、えー、承諾をするというそういう形になってます。これが逆ですので、えー、ここのところは押さえといてください。 そしてこのような形で取締役等に就任した場合には就任した後で承諾も得ているのに行為が取り消されるとやはり取引の安全を害することになってしまいますのでそこで取締役の資格に基づく行為については民法の行為能力上の制限については取り消すことができないという形になっています。 次は4の社外取締役の義務付けと活用ですね。でこれは令和元年の改正前にはですね、えー、監査役会設置会社で公開会社でかつ大会社であってしかも有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社ですね。でまあこれは要するに、えー、いわゆる上場会社等っていうふうに考えてもらえばいいです。 そのような会社では利害関係者が多数に及ぶわけですし多数の株主が分散して株式を保有しているということからやはり取締役にに対する監督がが不十分になりがちだったわけですねですから社外取締役を置いて、えー、その、えー、十分な実効性のある監督をしたいっていうふうに考えてたわけですね。 でもちろん監査役会設置会社においてはですね、監査役会ちょっと若干細かい話し,しますと、監査役会設置会社においては、社外監査役が2名以上いますよね、必ず。社外役員2名以上いるわけですよ。ですから、業務執行部門から独立した監査はできるわけですよ。ただ、それではやはり不十分だと考えた。なぜかっていうと、社外監査役はもちろん監査役ですから、取締役会での議決権がないわけですよね。 そうすると、例えば代表取締役が悪いことをしている。その時に、その代表取締役の代表権を奪うという形で監督をする。つまり、大統領を降格させるという、そういう権限が、社外監査役にはないわけですよね。で、これが社外取締役であれば、取締役会のメンバーですから、えー、取締役会をリードして、 代表取締役を降格させるるその意思決定に参加することができるとということですねですから社外監査役よりもさらに実効性のある監督ができるということで社外取締役というのがやはり必要なんじゃないかというふうに考えられてきたわけですねところがまあ改正前はですね一挙にそれを義務付けますとやはり大変だろうということで社外監査役を社外取締役を置かないこともできたただし置くことが相当でないという理由を 株主総会において説明しなければならないというふうにしてたわけです。つまり義務付け一歩手前の中間的なものだったわけですね。ただその後、社外取締役がほとんどの上場会社で採用されたということになってですね、それに伴って、先ほどと同じ要件、つまり上場会社等においてはもう義務付けていいんじゃないかということになってきました。まずマークをしましょう。 よろしいですかそこでですね改正前に、えー、その社外取締役を置かない場合にその理由を説明しなきゃいけないとされてた会社つまり、えー、監査役会設置会社で公開会社でかつ大会社で有価証券報告書提出会社提出しなければならない会社ってことは結局上場会社等ですよねその場合には社外取締役を置かなければならないという形で、えー、義務付けたということになりました。 ただこの場合もですね、社外取締役を置かなきゃいけない。じゃあ、置いた場合には登記が必要かというと、これ登記は不要です。911条を後で確認していただきたいんですけれども、この場合について社外取締役を置いても、誰が社外取締役であるかというようなことは登記しなくていいということですね。 はいでは次業務執行の社外取締役への委任という規定ができましたでまず社外取締役の要件としまして社外取締役はこの2条15号の「異」というところで、えー、業務執行取締役は社外取締役になれないという規定がありますよねでその業務執行取締役の中にその業務を執行した場合、えー 代表取締役はもちろん社外取締役になれませんし選定業務執行取締役も社外取締役の要件は満たさないですねじゃあ平野取締役は全員社外取締役の要件を満たすのかというと業務を執行してしまったらですね業務を執行した取締役でないことっていうのが社外取締役の要件ですのでそれを満たさないことになってしまいますところが社外取締役にも業務を執行してほしいむしろその方が株主の利益にかなうというような場合が出てくるわけですそれが このですねマネジメント・バイアウトが行われる時経営陣によるその株式の買取とかですよね非公開会社化なんてする時ですよねそうすると社外取締役が当該,取締当該取引のために交渉等をする必要があるとなぜかというと MBO というのは現経営陣である取締役や執行役が一般株主から非買収会社の株式を取得する取引ということは現経営陣と 一般株主との間の利益相反関係があるというふうに見られますよね。でその時に一般株主の利益を保護するためにはむしろ中立的な立場の社外取締役というのがその業務を執行した方がいいということになりますよね。でそこで、えー、令和元年の改正法で、えー、株式会社と取締役の利益が、えー 相反する相反する状況において、えー、取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なう恐れがある時はその都度取締役会の決議によって業務を執行することを、えー、社外取締役に委託することができるという形にしたわけですね。まあ、いわゆる政府ハーバールール政府ハーバールール安全港項ってのは港です安全港規定っていうふうに 言われているんですけれどもあらかじめ定められたルールの下で行動する限りそれは違法にならないということですねで、この点は指名委員会と設置会社においても同じでしてだからこれ同じでして指名委員会と設置会社の場合には、えー、ですね、えー、と執行役が指名委員会と設置会社の業務を執行することによって株主の利益を損なう恐れがある場合その都度取締役会の決議によって 業務を執行することを社外取締役に次のページいきます社外取締役に委託することができるという形にしたわけですねこのページもまずマークしちゃいましょう で上戻りましてでこの規定によりましてですね、えー、ここですね348条の2第1項第2項により、えー、委託された業務の執行は2条15号 E に規定する株式会社の業務を執行したということに当たらないとしたわけですまあ、これがまさに政府ハーバールールということですよねただしこれはあくまでもその方が一般株主の利益の保護に資するという観点から この規定が設けられたわけですから正し書きにありますように業務執行取締役の指揮命令によって業務を執行した委託された業務を執行したときはこれは社外取締役資格を失うということになるわけですね一般株主の保護にならないからということですでこのようにですね個別の事案ごとに業務を社外取締役に委託することは認められたわけですけれども じゃあその指揮命令を直接受けないからといって一般的に株式会社の業務を社外取締役に委託することまでは認め,認められてませんよっていうところは気をつけてください。で次取締役の報酬ですねこれがかなり複雑になりました。えー、まず、 取締役の報酬等として株式または新株予約権が付与される場合ということなんですけれどもこれは株式を発行するあるいは株式の潜在的発行である新株予約権を取締役に付与するその場合には、えー、既,存の株主既存の株主のです、ね、持ち株比率の低下や希釈化によって経済的な損失が生ずる可能性が出てきますよね。そこで えー、令和元年の改正によってですねより詳細に取締役の報酬についてのあらかじめ定めなければならない規定を設けたということになりますで、えー、従来から取締役の報酬というのはご存知のように定款または株主総会の決議によって定めなければならないとされてきたわけですけれども例えば今までですとえっ、ー、とですねどこ行ったかな あそれはいいや。で、えー、決議によって決定されなければならないとしてたわけですけれどもただ、例えば取締役に対する報酬として当該株式会社の募集株式であったり、〇に当該株式会社の募集新株予約権であったり、あるいはちょっと〇さん分かりにくいと思うんですけども募集株式や募集新株予約権と引き換えにする払い込みに与えるため、あ、当てるための金銭ですね。こういったものを えー、その取締役の報酬として定めるというそういうようなことをですね、えー、認める必要性が出てきたわけですね。でこの「丸二丸三の新株予約権はいわゆるストックオプションとして与えられる報酬ということですよね。でさらに ① で「丸一でその業績連動型報酬として 従来は新株予約権のみを想定してたわけですけどももう株式を発行するというそういう例が増えてきたということに対応して1の当該株式会社の募集株式というものをそれそのものをですね報酬として与えるということが認められたわけです明文化されたわけですすね。とところが、そうしますとですね。 株式の発行とか、あるいは新株予約権の発行という場合、新株予約権の発行自体はもちろん無償でもできるんですけれども、ストックオプションの場合はそういうことが多かったわけですけれども、その新株予約権を行使する段階では必ず払い込みというのを伴いますよね。そうでしたよね。あるいは当該株式会社の募集株式という場合、募集株式本来資金調達のために発行されるわけですから、これも当然払い込み給付というものが必要になってきましたよね。 ところが、報酬としてこういうものを与える場合に、その払い込ませたり、あるいは払い込ませたり、給付をさせたりっていう、そういう対価というものをもらうというのは、まあ、本末転倒と言いましょうか。報酬として与えるときにはちょっとおかしくなってしまいますよね。そこでどうしたかというと、要するに無償発行を認めたんですね。マークしちゃいましょう。 でここにありますように取締役の報酬として募集株式を発行する場合には発行自体の無償発行が認められるとつまり要するに株式報酬として 無償発行することが認められるわけですそして新株予約権の行使ですよね行使についてもそもそも今まで新株予約権自体の発行には無償発行が認められたわけですけども今度は行使段階でも発行できるいわゆるゼロ円ストックオプションと言われているものですよね行使価格ゼロ円というものも認められるということになりますでそのための手続き等について詳細は後述の9で見ますのでそちらで見ていくことにします では次株主総会における理由の説明ですねでこれは令和元年改正前には取締役の報酬等について額が確定していないものと金銭でないものについてだけ当該事項相当とする理由を説明しなければならないというふうにされてましたよねつまり確定額の金銭報酬については当該事項相当とする理由を説明する必要はなかったわけですねししかし取締役のの報酬等の 内容の決定手続き等に関する透明性の向上の観点から確定額も含めて全ての種類の報酬額について全ての種類ですよね。の報酬額について当該株主総会において当該事項を相当とする理由を説明しなければならないというふうにされました。でさらに 確読4で取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針というのがこれは改正前においても指名委員会等設置会社においては執行役等の個人別の報酬等の内容にかかる決定に関する方針を定めなければならないとされてたわけですけども令和元年の改正によって指名委員会等設置会社以外の株式会社これ全てではなくて次のページに要件が書いてありますけどもこれもやはり報酬等についての透明性の向上の観点から規定が置かれたということになるわけですね。 でそれが具体的にどんな要件かといいますとはい下行きまして。 取締役の報酬等の内容の決定方針を定めなければならないのは結局まず上場会社等なんですよね。監査役会設置会社で公開会社で大会社で有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社まあいわゆる上場会社等って考えてもらえばいいですねそして上場会社等ではなくても監査等委員会設置会社の場合には同じように決定方針を定めなければならない。とこは結局 取締役監査役会設置会社で上場している会社とあとは委員会系の会社においてはその方針を定めなければならないというふうにされたということですね。ででは次保証契約ですねまず保証契約は誰と誰との間の契約かというとこれは取締役と会社が締結するというそういう 契約です保証契約はあくままでも会社と取締締役が締結します次の7でやる役員等の損害賠償責任保険契約というのはこれは保険会社と締結するわけですから契約主体が違いますその辺は何年か経ったら担当ですごく聞かれそうな感じのするところですよね。 でこの保証契約というのはどういうものかというと定義はここに書いてます。役員等にその職務の執行に関して発生した費用や損失費用や損失の内容についてはこの下で書いてあります。後で見ます。その全部または一部を会社が事前または事後に負担するそういう契約のことを会社保証とか保証契約というふうに呼ばれているものですね。そしてこれはですねその上に書いてます制度趣旨が書いてますように 取締役の株式会社に対する責任を制限するということが、まあ、その経営者の判断というのは、やはり冒険的な判断、取引をしないと会社に大きな利益を得られないというものでもありますので、取締役の積極的な業務執行というものは必要ですよね。それを促して株式会社引いては株主の利益になるというふうに判断した場合、まあ、要するに有能な人に安心して大胆な会社経営をしてもらいたい、取締役になってもらいたいという要請があったわけですね。 そしてまあアメリカなんかでは広く認められたわけですけども会社法では今まで規定がなかったわけですそこで今回規定を設けたということになりますじゃあその会社が負担するその費用や損失まあ合わせてこれ費用等って言いますけどもそれがどういうものかというとこの下に書いてますようにまず当該役員等がその職務の執行に関し法令の規定に違反したことが疑われまたは責任の追及にかかる請求を受けたことに対処するために支出する費用 これはいわゆる次のページに書いてますけども、防御費用、防御費用と言われているものです。会社に対する責任を負う場合がある。あるいは第三者に対する責任を負う場合がある。その場合ですね、それを、まあ、ここの費用等の内容ということになります。で、次のページ、マークしましょう。 してがが費用です、ね、で丸2が費用用でですすね等のの損失方当該役員等がその職務の執行に関して第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失損害賠償金であったり和解金その支払いによる損失ということになります。で1が防御費用であるっていうのはここに書いてますね。で 防御費用とそうでないものとでですね要件が異なってきまして防御費用については役員等に悪意重過失があってもこの保証の対象としていいということになっていますでその趣旨というのが特にマークはしてませんけれども防御費用が必要な段階では悪意重過失に該当するか否かの判断ができないというのが一点もう一点は防御費用であればこれを株式会社が保証できるとしても通常は職務執行の適法性を 害するようなそんな無茶なことはしないだろう違法なことはしないだろうとは、えー、いうふうに考えられるからですね適応性を害する恐れが高いとは言えないというふうに考えられるということですねでこれには若干の例外がありまして株式会社保証契約を締結している場合であってもその丸一の防御費用のうち通常要する費用の額を超える部分を保証すること ができないといとううふうにされていますでまた保証契約に基づいてその防御費用を保証した株式会社が当該役員等が事故または事故もしくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加える目的で職務を執行したということを知ったときには当該役員等に対して保証した金額に相当する金銭のこれは返還ですね返還を 請求することととができるというここになってますでこの趣旨というのは、その下に書いてますように、訴訟の進行過程で防御費用を保証したんだけれども、後に取締役等いろいろ調べてみたら、不正な目的で職務執行をしていたと、その時には株式会社が、えー、その分まで負担するいわれはないですねっていう、そういうことですね。はい。で、次は、丸二の損失の方ですね。第三者に対する損害賠償金、和解金のことです。 で、この場合ちょっと難しい規定がありまして、えー、この改革庫ですよね。この改革というのはこういう場合っていうことで改革庫にしてますけども、当該株式会社が、えー、その丸二の損害を賠償するとすれば、当該役員等が当該株式会社に対して4 2三条1個の責任を負う場合、これわかりにくいですよね。要するにこれ取締役がその 悪いことをして、で、第三者に損害を被らせたと。そしてその第三者に本来取締役が賠償しなきゃいけないわけですけども、それをこの保証契約で取締役に代わって会社が損害賠償をしたと。ところがそれによって会社の財産は当然社外に流出しているわけですから、会社の損失ですよね。会社に損害が発生してますよね。その損害というのがくるっと回って会社が取締役に対して求償請求できる場合、それの根拠が423条1項ということです。いいですか取締役が悪いことして、 第三者に対しして損害を被らせましたとでそれについては保証契約が締結されているので会社が一旦はそれを支払うわけですよねところがそれっていうのは会社財産の社外流出会社の損害に他なりませんからそれって元をたど,せばたどれば取締役の行為によって違法な行為によってその損害が会社に発生したということになりますからくるっと回って会社は取締役に対して423条1項の損害賠償請求をすることができるってことになるこれ通常そうなりますよね だからその場合については、えー、その損失のうち保証すべき損失のうち当該当該次のページ行きまして責任にかかる部分を保証することができないということにされたわけですだったら保証契約締結してもあんまり意味ないじゃないっていうふうに思いますよね確かにそうなんですよここだけ読むとその通りなんですけども逆に言えばですね この保証契約プラスさらに責任限定契約っていうのがこれは改正前から定められたわけですよねあの6年分4年分2年分の,その業務執行取締役でない場合には2年分いくら巨額の損害を会社に被らせたとしても2年分の,その報酬を返してもらえばそれでチャラにしてあげるよってそれを超える部分は免除してあげますよっていう規定が責任限定契約ですよね。 それを結んどけばいいわけですよそれを結んどけば、その2年を超える部分、2年分を超える部分については、えー、その本来会社が取締役に対して求償できない、請求できないことになるわけですから、その部分については保証契約も生きてくるっていうことですね。ちょっと分かりにくいですよね、これね。ま、まずマークしちゃいましょう。 はい。 もう一回、前のページの最後に、最後、戻ってみますと、前のページの最後ですね、ここの部分ですよね。取締役が第三者に対して負った損害賠償責任について、それを保証契約で保証しました、つまり会社が肩代わりして払いましたと。そうすると、通常、それって会社の損失になりますから、会社は取締役に対して423条1項の責任を追及することができちゃいますねと。 でその場合に、えー、この保証契約で保証してしまうということになると結局法廷の手続きを経ない株主総会の特別決議とかあるいは取締役会の決議を経ない責任免除と同じになってしまうとでその場合に責任免除したければ総株主の同意なり、えー、株主総会の特別決議なりあるいは取締役会の決議なりでその免除手続きによるべきだとでそれをまあ脱,法的な脱法するような形で、えー、免除しちゃうのは免除する結果になってしまうのはまずいでしょうっていうそういうことなんですよ。 それでもちょっと分かりにくいかな。だから要するにまあその保証契約だけではですね完全に取締役の責任を免除することができないのでもしその取締役にさらなる安心を与えようっていうのであれば責任限定契約を締結しておけばいいということになりますよね。 で次はですねえっ、ー、とでその次の鍵括弧役員等がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことによって第三者に対して責任を負う場合には これはもう損失の全部を保証することはできなくなりますよそこまで保証するとですねむしろ取締役の違法な行為を誘発してしまう可能性がありますからそれは駄目ですよっていうことですね。では括弧に保証契約の決定手続きですねこれは株主総会あるいは取締役会設置会社であれば取締役会の決議に基づかなければならないということになります。 あと、この保証契約というのは利益相反取締役に有利で会社に不利益っていう可能性が出てきますのでねただこれを厳格に適用しますと どうなるかというとこの保証契約を締結できないということになってしまいますまあ補契約というのは端的に利益相反取引の直接取引にあたりますよね会社と取締役との間の契約ですもんね。でしかもそれってのは会社に不利益で取締役に有利な契約ってことになってしまいますよね。そうすると えー、その損害が生じた場合には取締役の任務形態が推定されますししかもこれ事故のための直接取引っていうことになると保証を受けた取締役が昔と責任を負ってしままうことになりますよねそうすると責任限定契約による責任の軽減が認められなくなって意味がなくなってしまうじゃないかとまた保証契約の締結が困難になってしまうということになります。そそここでそのようなことを避けるために えー、その株主総会ないしは取締役会の決議があればそれで、えー、利益相反の規制は、えー、そのパスできるという形にしたわけですね。でさらに事後的な、まあ、そうは言ってもやはり利益相反の関係になりますから。 だから取、事後的に、これ、取締役会設置会社だけなんですけれども、保証契約に基づく保証をした取締役及び、当該保証を受けた取締役は、誓いなく、当該保証についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないということになります。で、次、7。これが役員等賠償責任保険契約というので、こちらは会社と保険会社が締結します。 会社と保険会社が締結して取締役は非保険者ということになります。保険金を会社が保険会社に払うわけですね。何かあった時にお金を受け取るのは取締役ということになりますよね。いわゆる D&O 保険と言われているものです。ディレクターズオフィサーズ保険ですよね。ディレクターズオフィサーズ保険。まあ、取締役とか役員の、えーえー、責任を保険する契約ということになります。 で、その制度趣旨としては基本的に保証契約と同じでして、取締役の職務の執行が萎縮することがないというようなことを目的にしてまして、我が国でもですね、上場会社を中心に広く普及しているんですね。ただ、その内容によっては役員等の職務執行の適法性が損なわれる恐れがあると、無茶なことをする可能性があるので、そこで、令和元年の改正によって適切に運用されるように必要な 規律の整備がなされたということになりますそれが制度趣旨ですでマークしちゃいましょう D&O 保険とは何ですかというと株式会社が保険者との間で保険会社っていうことですよね締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって、えー、生ずることのある損害を保険,者が保険会社が店舗することを訳するものであり役員等を非保険者 保険金の受取人とするものであると、これを役員と損害賠償責任保険契約、いわゆる D&O 保険というふうに言うわけですね。で、これは株主総会、取締役会設置会社では取締役会の決議によらなければならないということになってます。で、その趣旨というのが、さっきも言いましたけれども、会社が役員等を被保険者として保険会社との間で、 保険料を負担して保険契約を締結するという行為は利益相反取引のこちらは間接取引に該当することになりますでそこで役員と損害賠償責任保険契約の締結を株主総会取締役会設置会社においては取締役会の決議にかからしめる代わりにこの利益相反取引に関する規定は適用されないということにしたわけですね で次8が責任追及等の訴えにかかる訴訟における和解ですねこれは規定が明確でなかったのを明確にしたということです。で責任追及等の訴えですからだからそこに書いてますように株式会社等が当該株式会社等の取締役の責任を追及する訴えにかかる訴訟において、えー、和解をする時には和解するってこの場合まず会社とその取締役との間が訴訟になってるわけですから。 会社を代表しているのは監査役ですよね。いいですかね。監査役会設置会社で、会社とその取締役との間がこう揉めてですね、いよいよ訴訟にまで発展しましたと。で、その監査役設置会社を代表するのは、通常は会社代表するのは代表取締役なわけですけども、そうすると、代表取締役と取締役との間にはやはり慣れ合い、癒着関係があるっていうふうに考えるのが通常ですから。だからその場合には、 関西役設置会社においては必ず関西役が会社を代表して訴訟を提起する、追行するってことになってましたよね。で、その時にその訴訟における和解をする。和解っていうのは要するにもう判決に至る前にですね、例えばもう1億円の損害が会社に発生してたけども5000万円に負けてあげるよっていうような、そういうようなことをするのが和解ですよね。で、その時にその関西役というのは会社を代表して訴訟を追行してるわけですから、和解もできるんですよ。ただ、できるっていうのを、 その時の要件が明確にされてなかったそこで監査役が複数いる時には各監査役の同意を得なければならないということにして明確化したということになるわけですよねまあその後趣旨が書いてあります監査役設置会社が当事者となる場合には次のページにありますように監査役が その監査役会設置会社を代表することになるわけですよねそれは担当式でもよく出てくるところですよねで和解をするための要件を定めたということですまずマークをしちゃいましょう はい、上戻りまして和解するときには他の監査役監査役全員の同意が必要になると、まあ、その点が改正前には明らかでなかったのをはっきりさせたということですね。はい、では次9の取締役の報酬等に係る募集株式発行手続き等の督促ですよね先ほど見ましたよようにに令和元年の改正によってですね。 これもマークしておきましょう令和元年の改正によって取締役の報酬等として株式であったり新株予約権が付与される場合の規定が置かれました今まではその報酬としてその与えるにはその手続きとして非常に面倒な手続きをこれから見るようにしなきゃいけなかったんですねでそれをだから無償発行できるようにしましたよっていうのがまあこの制度趣旨ということになります。 じゃあまずその募集株式を取締役の報酬とする場合ですね。でこの場合上場株式を発行している株式会社は取締役の報酬として報酬等として募集株式を発行する場合その場合にはこれが無償発行ができるっていうことになるわけですけれども募集株式の払い込み金額またはその算定方法を定める必要がないし 募集株式と引き換えにする金銭の払い込みまたは金銭以外の財産の給付の期日またはその期間も当然定める必要がない無償で発行するわけですからねだから要するにそれで無償発行が認められたそのための技術的な規定ということになります。でこの場合にはですねこの無償発行本来無償発行できないはずのことをできるようにしたわけですから。 取締役の報酬として発行する場合ですよってことをはっきりさせなきゃいけないそこで一として取締役の報酬等として発行するというものを明らかにするわけですねで金銭の払い込みまたは現物収支の財産の給付を要しないということを明らかにするということになりますそして募集株式を割り当てる日というものも定めなきゃいけない何でかっていうと募集株式の割り当て本来だったら 募集株式の発行がなされた時にその株主はいつ株主になるのって言ったら払い込み期日ないしは払い込み期間定めた場合には実際に払い込んだ日にえその株主になるっていう規定がありましたよねところがこれ払い込みがないわけですからえそれでは株主となる基準日というのを定めることができませんのでそこで募集株式を割り当てる日ですよねまあ払い込み用意しませんからもうこの割り当てる日割り当て日でえ株主となるということを 定めたということに定めなければならないということになるわけですよね。それがこの上の部分です。まあ払い込み技術がないからってことですよね。はい下に行きまして。 このような取締役の報酬株募集株式の発行を取締役に報酬とするということを非上場会社の場合には上記の規定が適用されないとで非上場会社の場合には株式に市場価格が存在しませんのでそこでこの規定を使って会社支配権の争いのために乱用される恐れがあるということがあるので。 現経人の経営支配権を強固にするために乱用される恐れがあるので、えー、非上場会社では認められないといととうことにしたわけでですねでは次取締役の報酬として今度は新株予約権のが発行される場合の手続きです。でこれもですねその新株予約権のこの講師発行じゃなくて講師に際して無償で、えー 行使できると、つまり出資される財産の価格またはその算定方法というものを、えー、内容とすることは要しないということになりますよね。そして定める事項としては、同じように取締役の報酬等として、えー、発行するということ、そして金銭の払い込みまたは現物出資の給付を要しないということ、さらには報酬の対象となっている取締役以外のものは当該新株予約権を行使することができないということで、 ここも大事ですよね。この丸二を定める必要があるということになります。で、この報酬についてはその旨を登記しなければならないということになります。はい。で、次のページは十車載管理補助者ですね。 していきます。はい上戻りまして車載管理補助者ですねでまず 改正前はですね、社債発行するときには社債管理者を置くのが原則でしたよね。ただし702条のこの正しがきで、社債管理者を置かずに発行されていたということが多かったわけです。社債管理者を設置して発行するのは全体の2割程度というふうに言われていましたで。なぜそうなってたのかというと、それは社債管理者というのは権限が、 大きいその分責任も大きい。だから、社債管理者になってもらうためには、たくさんの報酬を支払わなければならない。つまり、高コスト。権限代、責任代、高コストっていう、そういうような状態だったわけですよね。で、しかし、会社による債務不履行が生ずると、 社債権者による債権回収に混乱が生ずる可能性があるのでやはり社債管理者というものは置きたいという欲求はあるわけですだたださっき言ったようにそのコストもかかるし権限も大きいし責任も大きいコストもかかるというそういうまあデメリットがある設置しにくいという状態があったとそこでできたのがこの社債管理補助者ということになるわけですよね でこの社債管理保護あの補助者というのは社債管理者に比べて権限が小さいその分責任が小さいその分低コストで、えー、その依頼することができるんじゃないかというそういうことですね。あと下の方いって担保付き社債である場合にはこれはそ,のそれで十分保障されてますからわざわざ社債管理保護者,保助者を置く必要はないっていうふうに判断してこの場合には置くことができないというふうにされてます。 でその社債管理補助者になる資格のあるものは何かと言いますと銀行信託会社その他法務省令で定めるものというのはこれも社債管理者と同じでして商工中金とかあるいは農林中金とか農協とか新疎新金保険会社、まあ、そういった金融機関が社債管理補助者となる資格を有してます。 で社債管理保護補助者もですね、社債管理者と同じように公平誠実義務というのがありまして、さらには全管注意義務というのもあります。社債管理者も社債管理補助者も、えー、社債権者に対しては直接の法律関係、契約関係に立ちませんので、そこでわざわざこういうものを規定を設けた、義務の規定を設けたということですね。 では社債管理補助者の権限ですけれども、まあ、先ほどお話ししましたように社債管理者に比べてその権限は限定されています。まず単独でででできる権利はこれしかないですですねでさらに次のページに四がありまして四でこれもマークしちゃいましょうか。 資本金等の減少や組織変更会社分割合併等において社債発行会社から催告を受ける権限を有してるんですけどもただし気をつけていただきたいのは催告に対して異議を述べる権限までは与えられてないと、まあ、その分権限が小さいんですけどもこれがなぜそうなのかっていうのはいろいろ調べたんですけども書いてないですね、まあ、結論だけ覚えておいてください。 社債管理補助者のできることの2つ目いい、e、です。委託契約の範囲内においてできる行為ということで丸五丸六そういった行為があります。で正しがきが多分むしろですねこの担当式試験では大事になってくると思うんですけれども債務の全部についてするその支払いの請求であったり社債の全部に係る債権に基づく強制執行であったり。 そういったものは社債権者集会の決議ににららななななければいなないととうことになっています。委託契約の中でできるってされていても個別の受験が必要な行為ということですね。で、うはそもそも社債権者集会の決議に基づいて初めてできる行為というのがありましてそれがローマ数字の1当該社債の全部についてするその支払いの猶予その債務 もしくはその債務の不履行によって生じた責任の免除または和解、これはまあ謝罪権者の権利に大きな影響を及ぼしますので、車載権者集会の決議に基づいて初めてできる権利ということになります。しかもこれ、車載権者集会の特別決議が必要なんですよね。ローマ数字の2の当該謝罪の全部についてする訴訟行為等についても、車載権者集会の特別決議による受験が必要になってきます。 さらに、ル八の委託契約の範囲内において、社債発行会社が、社債の総額について、期限の利益を喪失することとなる行為をする場合には、社債権者集会の決議によらなければならないということになっています。で、さらに次のページに、9番目としまして、 こういった行れもいずれは担当式に出るでしょうから覚えなきゃいけないですけどもまあ細かいですよね。では下いきます。 はい、上に戻りますでは次社債検査集会ですねで債務の免除について、えー、これは改正前,な前には明確な定めがなかったんですよね。で債務の免除をなぜ社債権者集会で決めなきゃいけないかっていうどういう場合なのかっていうとその社債発行会社の事業再生の場面などで社債の償還金額の減免を認める必要性がある場合がある。その場合に えー、そのじゃあ、それができるかっていうのは明確な定めがなかった。そこで今回の改正でですね。えー、令和元年の改正によって。社債権者集会の決議によって、社債の全部について、その債務の全部または一部を免除することができるということにしたわけですね。で次括弧二で、社債権者集会の決議の省略というので、これはまあ規定がなかったのが。 不思議な感じなんですけども株主総会にも決議の省略っていうのはありますよねそれとも同じように、えー、その社債権者集会の提案について議決権者全員が書面または前置的方法により同意の意思表示をした時には当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなすということにしたわけです。そしてこここのののの場合にははでですすねここ大事なんですけども、えー、通常の謝罪権者集会の決議というのは 裁判所の認可がなければ効力を生じないんですけれども、その裁判所の認可も省略することができるということにされました。はい、で最後、えー、株式交付ですね、えー。新たな組織再編行為が一つ加わったわけです。まあ部分的な株式交換というふうに考えてもいいですし、そんな言葉はないですけれども、不完全親子会社関係を作るというふうに考えてもらってもいいです。 で定義なんですけども株式会社が他の株式会社をその子会社とする完全子会社ではなくて普通の子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け当該株式の譲り渡しに対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいうとだからまあ普通に株式交換の、まあ、不完全版という言い方はちょっと変ですけれどもそういうことになりますよね。 まあ特に例を挙げなくてもいいと思うんですけども、この A 社が B 社をその子会社とするために B 社の株式を譲り受ける。B 社の株式ってことですから、だから今 B 社の,そのいる株主から譲り受けるっていう場合ですよね。だから例えば、その今 A 社が B 社の株式を例えば40%持ってると。 であと20%取得して60%に増やしたいっていう時にそのプラス20%についてそれを今 B 社の株式を持っている株主から譲り受けるその代わり A 社の株式を交付しますよっていうそういうことになります。で用語の定義ですけれどもここがちょっと間違いやすいところじゃないかと思いますが。 株式交付親会社の方は特に問題ないと思うんですけどね株式交付子会社の定義が、えー、こんな定義になってます。ままずマークししちゃいましょう 株式交換っていうのは完全親会社になろうとする会社と完全子会社になろうとする会社の間の契約だったじゃないですか組織補助の契約でしたよねところが株式交付っていうのはその株式交付親会社とその株式交付子会社ではなくて株式交付子会社の株主との間の契約なわけですですですから株式交付を受ける株式会社を株式交付親会社というわけですけれどもじゃあ 株式交付は、ごめんなさい、行う、行う株式会社を株式交付親会社という、じゃあ、株式交付を受ける会社が株式交付親会社なのかっていうと、そうじゃなくて、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行している株式会社。これを株式交付子会社というふうに言うわけですよね。 株式交付子会社との,との株主と株主と株式交付親会社との間の契約ということになるわけですね。でなんでこんな制度中途半端な制度ができたのかっていうとそれだけのニーズがあったんですよね。それがこの山括弧の中に制度趣旨が書いてありますけれども A 社がその株式を対価として B 社を買収して子会社とするが完全子会社にはしない場合これ株式交換は使えなかったですよね。 株式交換というのはあくまでも完全親子会社関係を作るわけですよね。そこで令和元年の改正前には、どういう形でなされてたかというと、B 社の株式が保有株式、B 社の株主がですね、株主がその保有株式を A 社に現物出資することにより行うことができたわけですよね。 まず現物出資ですからその対価として A 社株式がその現物出資者である B 社株主のところにやってくるとところがその場合には原則として原則の調査が必要ですしかつ財産の価格の店舗責任というのがあって実際上は利用しづらいものだったとでそこで、えー、今回の改正で株式交付というそういう新たな制度を設けたわけですねじゃあその株式交付親会社の手続きはどうなるかといいますとこれは 組織再編のの行為のです、ね、規律が適用されます。つまり株式交換と同じような手続きが必要になってきます。まず、株式交付計画なんですよね、これ、えー、計画。その行為としては親会社の行為で完結してて、あとはその親会社が意思決定してさまざまなことを決めたら、えー、その株式交付子会社となる会社の内部では特に手続きなんかいらないわけですよね。何でかというと 株式交付子会社というのはこの契約の当事者ではなくてあくまでもその子会社の株主から B 社の株主から A 社が株式を取得するっていう契約だからですね。でその計画の中にはまず譲り受ける株式交付子会社の株式の数ですよね。さっきの例ですとその20%に相当する株式の数。 その加減を定めななきゃいけないけこの加減というのがポイントでして要するに親子会社関係ができなければこの制度を利用する意味がないわけですからその加減というのは株式交付親会社の子会社となる数つまり過半数の株式を取得するものでなければならないということになるわけですね。そして株式交換契約と同じようにその効力発生日の前日までに 株主総会の特別決議によって株式交付契約の承認を受けなければならないということになります。でこのような株主総会の特別決議だけではなくて、えー、その株式交付親会社の株主とか債権者を保護する手続きというのは株式交換と同じような手続きが定められています。マークしちゃってください。 要するに株式交付親会社の場合には株式交換と同じような組織,上組織再編行為の一種として捉えてるっていうことなんですね。 はい、そこで株主の株主総会の特別決議だけではなくて差し止め請求権が認められていますし,者保護手続としあ株式買い取り請求権も忘れてましたね株式買い取り請求権も認められていますしさらに債権者保護手続きとして債権、えー、者異議の手続きが定められていますあるいは、えー、株主債権者両方の保護手続きとして株式交付無効の訴えも定められているということですね。 で、これに対して、株式交付子会社側の手続きというのは、これは株主総会の決議、その他の組織再編に共通する手続きは取られてないと。これはあくまでも、その B 社の個々の株主の意思によって、株式を交換することになるので、そこで規律としましては、募集株式の発行に類する規律が設けられているということですね。つまり、株式交付親会社、 はですね、株式交付親会社は株式交付子会社の株式の譲り渡しの申し込みの手続きを取るわけですけれども株式交付子会社の株主はですね B 社の株主は各自事故の有する株式について株式交付親会社に対して譲り渡しの申し込みをするか否かの判断を自由にすることができるわけですね。 株式交付子会社の株式の譲り渡しの申し込みの期日において申し込み者が譲り渡しの申し込みをした株式交付子会社の株式の総数が株式交付親会社の株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数のまあ早口言葉を見たいですけども要するに予定した加減に満たない場合予定した加減に満たない場合にはそれはもう株式交付不成立ですから株式交付をすることはできないということになりますよね。 でその場合は株式交付をしないと結果的にできないよっていう旨を通知しなければならないということになります。でこれに対してそれが成功するとその加減以上ってことは結局その親子会社関係が成立するその数以上となった時には、えー、株式を譲り受けるものを定めなきゃいけませんよね。その予定していた人よりも予定していた株株式式数よりもたくさんの株式が、その 私も売りたい私も売りたいって言って集まってくる可能性がありますからその場合には株式を譲り受けるものを定めなきゃいけないしその株式の数その人から一体何株譲り受けるかを定めなきゃいけないそしてこれを申込者に通知しなければならないんですけどもこの場合には募集株式の発行の場合と同様割当て自由の原則が適用されるこれ要注意ですよね割当て自由の原則が、えー、適用されるということです。これなんかいかいにも担当式で 株主平等の原則が適用されて分比例であるみたいなな形で出たたら、それは罰っていうことこになりますよね。ただしその下に書いてますようにその会社が有価証券報告書提出会社である場合にはこれは公開買付けによる必要があるもんですからだから公開買付けの規制が適用になって株式申込数に応じて安分比例する形で株式を取得しなければならないっていうことになるわけですよね。 そしてこれっていうのはまあ株式発行と言いましょうか株式の譲渡のような手続きですのでこれが最後のページですその契約に心理留保であったり虚偽表示であったりあるいは錯誤詐欺脅迫というようなそういう瑕疵がある場合がありますねとその最後の手続きっていうことになってきますそれも募集株式の発行の申し込みの場合と同じなんですよ ま,あまず下までいきます、ここまでですね。はい、よろしいですか、今映ってるところですね。で、民法93条1項正し書き、心理留保の規定や94条1項虚偽表示の規定、いずれもこれ、無効とされるわけですけれども、これはもうそもそも、 この申し込みであったり割り当てであったり、まあ、要するに株式の譲渡契約と言いましょうかねあるいは、えー、774条の6の契約っていうのはこれ総数引き受け、えー、総数引き受けじゃなくて譲渡ですね総数譲渡契約、えー、これは株式発行の総数引き受け契約と同じようなものです。 まあ、これらいずれも意思表示を要素としますけれども、それについては。心理留保で無効にされる規定、協議表示で無効にされる規定については適用がないということです。で、さらには詐欺、錯誤、脅迫についても、これも株式の発行と同じようでしてですね。株式交付親会社の株式の株主となった日から1年を経過した、あるいはもう権利を行使してしまった後は。 語詐欺脅迫を理由として株式の譲り渡しの取り消しをすることはできないということになります。でこういうことがなく効力発生日を迎えれば株式交付親会社はその効力発生日に株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受けることになりますし株式交付子会社の株式の譲渡人は効力発生日に株式交付親会社の株式の 株主となると、まあ、株式の交換のようなことが行われるということになるわけですよね。はい、よろしいでしょうか。で最後のページに項目だけ令和元年の改正点まあ項目つけるとこの12点が改正点だということですねはいいかがでしょうか。えー、それでは、えー これで終わりますどうもお疲れ様でした